日はバタフライの呼吸について、動画を撮らせていただきました。バタフライのですね、まあ、呼吸すごく大事なんです。息をするときにね、息を出すっていうところももちろん大事なんですけども、やっぱ手を戻して顔が入ったときにですね、呼吸を吐くのか止めるのかっていうところで、また少しこの第二キックに向けてのタイミングだったり、手が入ってからのその少し間だったりっていうところで変わってきます。そして一番大事になってくるのが体の位置ですね。で、その位置がやっぱりこう沈みすぎてしまうと、次の呼吸につながらなかったりとかしますので、まあ、そういうところですね、本日の動画で、ご紹介していきたいと思いますので、ぜひご覧ください。アテネオリンピック日本代表の森高弘です。本日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。本日の動画はですね、バタフライの呼吸についてご紹介をさせていただきます。このバタフライの呼吸はですね、意外と動画でやっていたのは呼吸を、顔を上げるときですね、上げるときは息を、まあ、吸うとかじゃなくてパッて息を出してあげることによって、自然と息は吸えますよっていうところですね。まあ、それは何かというと、呼吸っていうのは、まあ、ボビングです。ボビングイメージしてください。ブクブクパで、パッて息を出すことによって吸ってで吐くっていう、まあ、こういう流れっていうのは自然の流れでね、できてくるんですけど、これはバタフライだけではなく平泳ぎもブクブクパで、戻してあげる。で、そして吐くっていうところにつながっていくんですけども、まあ、このあたりの、うまくね、タイミングっていうのは大事ですよっていうことは、お伝えしてるんですけども、本日は呼吸をした後のポイントですね、アドバイスをさせていただきます。で、この呼吸っていうところはですね、やっぱり泳ぐときには、まあ、腕を回したりとか水をかくとかっていうところ、もちろん大事なんですけど、やっぱり呼吸ってすごい大事なんですよね。やっぱり例えば水泳だけでもなく、まあ、ボクシングでもですね、息をこう、パンチするときはフッてこう吐いたりとかね、することもありますし、僕は今筋トレとかもしますけど、筋トレするときもちゃんと呼吸に合わせてやるとやらないのでね、やっぱりこう力の入り方、そして筋肉に対するアプローチが変わってきたりとかっていう風にですね、やっぱりこう呼吸で変わってきます。やっぱり呼吸法っていうのがあるぐらいですからね、まあ、そういう風にこの呼吸のところで、他の種目もやっていきたいなとは思ってはいますけども、本日バタフライの呼吸でどういうことを気をつけた方がいいかっていうところをちょっとやってみたいと思います。で、まあ最初はね、息を呼吸をしていた後のところです。なので今日はどちらかというと、少しこの呼吸後の部分をですね、顔を上げた後っていうところですね、少しやっていきたいと思うんですけども、呼吸をパッて呼吸をします。そしたら手を戻したときに、これは結構コメント欄でも多いんですけど、入ったらすぐ入った方がいいんですか、止めた方がいいんですかっていう質問をやっぱ結構いただくんですね。で、これはどっちがいいかというと、パッて呼吸して戻したときは、息は、止めた方がいいです。一回止める。止めた方がいいです。これは理由があります。何かというと、息を吐くと体の、まあ、酸素がぐっと抜けていくので体って沈みやすいんですよ。でもここで手が入った時に息を、ちょっと止めてあげることによって体の位置、例えばここの水面があって手が戻ってきた時にこうぐーっと戻ってくるとやっぱ勢いがありますよね。勢いがあるとどうしても、まあ、例えば飛び込みをイメージしてください。飛び込みで勢いよくグッと入ってきたらもちろん深さは出てくると思うんですよ。でもここでバタフライも一緒で、ここでパーンってタイミングがあって手がスムーズに回ってければ、手が入ってきたら勢いが良くなるので意外と深くなっていくんです。でもそれを深くなっていったところに対して浅くしようってすると思いっきりいけないわけですね。で、それでリズム上がらなくなるとっていうところになってきますので、そこで何をした方がいいかというと、息を止めるというところになります。ですから要は何で止めるかっていうのは分かっておくといいんですけど、止める理由は、入水した時の体のボディーポジションが深くならないため、深くならないために意識をするといいです。ですから要はやっぱ呼吸ってどんな時にするか、
意識していった方がいいんですよね。なのでただ闇雲にね息を吐く、吸ったり吐いたりというわけじゃなくて、その体の動作に合わせると動作とうまくいきます。ですからここでパッて呼吸する、でここでふーんって吐くと要は体が一気に膝に行くわけです。ですからパッて呼吸して、この勢いを、できるだけ水面の位置で止めていくために、パッて引き出す、ちょっとここで軽くですよ、うんって止めなくていいです。軽く振ってこう、なんとなくこう感覚的にパッと呼吸して、手が戻った息をちょっと軽く止めてあげてみてください。で止めた時に、じゃあどこま、まあ、ある程度どの辺ぐらいまで止めた方がいいかなっていうと、これはバタフライのキックを蹴った後に少し足を戻しましょうねっていう、動画、キックのところで第一キックは蹴るだけじゃなくて戻すまでが第一キックですよってアドバイスを、動画でもさせていただきますけど、手が入ります。そしたらキックをまず蹴って戻すというアップキックですね。アップキックの部分までは少し息を止めとくと、この深くならないというところが一つの目的の中で息を止めてるわけですから、第一キックを蹴ってから息を吐いちゃうと足を戻してる時に体が少し下がるわけです。ですからどこまである程度止めておいた方がいいかなっていうところは、蹴ってから足を戻すところまでは少し止めてていいです。そして止める、でそこで今度第二キックですね、第二で今度呼吸をするっていう時に、止めた動作から今度吐く動作、吐く動作っていうのはこの手止めてから顔を呼吸を、要は呼吸です、顔を上げる時ですね、呼吸だったらおかしいですね、顔を上げる時です、顔を上げる時に、上げる前ですね、上げる前にここで息を軽くふんって吐いてあげると、タイミングよく顔が上がってきて戻せるという形になります。ですから大事なのはこの止めたことによって深くならないからこそ、吐いた時にスムーズに呼吸をしやすく顔が上げやすくなるわけです。でももしここで息を逆に吐いてしまった時、先ほど深くなってしまうとここで顔を上げようと思っても水面の位置に対して体が沈めば、皆さんのタイミングで顔を上げた時にまだ水面がこのまで頭のこの距離感ですね、もしまだ深かったらグッと上げた時に上がりませんよね。そうすると顎を上がったりとかして、腰が下がってうまく手が回らないという形になってきます。ですから息を止めていくっていうのはですね、その止める理由っていうのはただ止めるってわけじゃなくて深くならないためにっていうところを意識してあげるといいかなと思います。で、この中で意外とこうノーブレ、要は呼吸をしない時っていうのは、まあ少し止めといていいかなと思います。あまりこう吐かないで行った方が僕はいいかなと思うので、なのである程度その、まあ、25ダッシュぐらいだったら、まあ、ある程度止めといて、ノーブレで行ってもいいと思うんですけど、感覚的にある程度こう呼吸のリズム感、例えば4回に1回で呼吸するとか、2回に1回にするとかっていう、というのは少し、決めてやっていった方が最初はいいと思います。なので最初からね、ノーブレばかり意識するんじゃなくて、まあ、2回に1回ぐらい止めて呼吸とか止めて、で次止めてパーっていうふうに、どれが一番皆さんにとってこの止めていった方がいいかな、そして吐くタイミングがどの辺かなっていうのをやっていただけるといいかなと思います。その中でですね、一つの練習方法は、もうこれはバタフライは比較的多いんですけど、まあ、片手ドリルを使いながらいろんなバリエーションをね、例えば手の回し方をやるときは少し顔を前向けた方がいいよとか、タイミングね、キックのタイミングを合わせるときは少し顔を横向けた方がいいよっていうのもやるんですけども、この、呼吸のね、息を止める、そして吐くっていうのも、これも片手ドリルでいいと思います。なので、手が入ったときに少し息を止めて、第一キックの蹴り上げ、要はアップキックまでは息が止まっている。その理由は深くならないようにする。で、次、足が第1キックのところ戻ったら少し息を吐きながら手を
回してあげるっていうところ、そうすると顔が上がってくるので、そこのタイミングっていうのを使ってあげると泳ぎのリズムっていうのがスムーズになってくるかなと思いますので、うまく、まあ、これちょっと平泳ぎのところでもすごく共通する部分はあるんですけど、特にバタフライのところはどういうイメージで呼吸をするかっていうところを、ただね、楽にしたいから吐くっていう思ってる方もいらっしゃるかと思うんですけども、吐くとか止めるとかね、っていうふうに思ってる方もいらっしゃると思うんですけども、まず水中の中ではもう一番のポイントは深くならない、要は沈みすぎないです。やっぱり体、あの水泳ってね、水の中に入って、土台があるわけじゃない、土台があるわけではないんですよね。どうしても沈もうと思えば沈むところまで行ってしまうので、それを呼吸で少し浅く止めてあげて、パッてこの少し吐いて、で手を回した時に、呼吸した時に息を今度パッて出してあげるっていうところに、つながっていくかなと思いますので、うまくそこの特にこの止めるっていうところですね、気をつけながら練習をしていただけるといいかなと思いますので、まずその片手ドリルからこのパッて呼吸して少し止める、でこれ吐く、でこれ止める吐くっていう風にやってみてください。そうするとですね、スムーズにできてくるかなと思います。でその後ですね、片手ドリルができてきたら、次は交互に右手止めて、で次左手っていう風に、その片手だけできたら今度左右、右左やって、でできてきたら両手っていう風に、やっていただけると、この止める動作と吐く動作っていうのがつながってくると思いますので、ぜひ練習をしてみてください。で、あの練習やってみてですね、わからないことがありましたらコメント欄に書いていただけたらお答えしますので、遠慮なく書いてください。でもしやってみてね、なんか呼吸動作がうまくいってね、体がこううまく回りやすくなったとか、水面の位置にねキープできるようになったとかありましたら、ぜひグッドボタンをね押していただけると嬉しいです。またですね、僕の動画は水曜日と日曜日に配信してますので、ぜひですね、新動画届くにはベルマークボタン大事になります。そしてあの YouTube ライブもやってますので、ぜひね聞いていただけたら嬉しいかなと思いますので、ぜひ今日のバタフライの呼吸ですね、やってみていただけたらと思います。では本日も動画をご覧いただきましてありがとうございました。